おお、お主たちも来てくれたのか。はい、殿と島津の皆のためならこの命いつでも捨てる所存です。それでこそ。いや、ありがたいわい。お主たちの力があれば百人力じゃ。ここに揃ってる兵はどいつもこいつも命知らずの大バカ野郎ばかりってことだな。ありがとうよ。お前たちは島津の宝だ。ああ、どこにいようと仲間のために駆けつける、これが島津の気風ってやつだよ。あ、そうですよねってなんだよ。いや、俺はその親父も豊久もちょっと目を離すとすぐに無茶するからよ。心配っつうよりは危なっかしくて目が離せなかっただけっつうか。なんでそうなるんだよ。つうか好きとか嫌いとかこっぱずかしいこと言うんじゃねえ。いいから言うなって言ってんだ。うるせえ、また言うか。火山口に突っ込んだ後みてえな頭にしてやるぞ。えらく時間がかかるもんだな。確かに伏見城ってのはバカでかい城だが、こっちの軍勢は4万もいるんだろ。攻め落とすのにこんなに時間がかかるはずねえじゃねえか。一体何をもたもたしてるんだ。それがな、何でも不気味な兵が城を守ってるんだとよ。不気味な兵ってのは。いくら鉄砲傷や刀傷を負わされてもすぐに癒えちまうらしい。しかも野生の獣に劣らない力や素早さを持ってるんだとよ。どこかで聞いた話だな。そいつはまさか。やめとけって。この間のことを忘れたのか。あいつらは俺たちと同じくらいか、それをしのぐ力を持ってるんだぜ。みすみす言っても無駄死にするだけだ。誰もそんなことは言ってねえだろうが。戦うからには勝たねえと意味がねえって言ってるんだよ。お、親父、三成たちとの話し合いはどうだったんだ。これ以上力押しで攻めても効果なしと見たのかの。
今後は持久戦に方針転換するということじゃ。妥当な判断だな。敵方には兵も少ないし、増援のあてもない。時間が経てば自滅するか。その通りじゃ。太閤殿下の元御用紙である秀家殿にこのような指摘をするのは本意ではありませんが、伏見城は一体いつ落ちるのですか。このままでは味方側の士気にも関わります。そうは言われてもな、総大将の僕と備前美政か57万石の精鋭たちは戦意十分なんだけど、僕の元愚弟の金吾のやつがどうにもやる気がなくてね。上杉征伐のために兵を挙げた自分がどうして徳川家の軍勢と戦わなきゃいけないんだって思ってるみたいだよ。まあ金吾については後で元義兄のこの僕が直々に説得してあげるつもりだから問題ないけど、気にかかるのは兵たちの間に広まってるあのおかしな話だと思うんだけどね。何にせよ今最優先すべきは伏見城の攻略です。もしこれに手間取ってしまえば大阪方の兵の間に動揺が広がり、場合によっては徳川方に寝返る大名も現れるかもしれません。各自一層の力戦奮闘をお願いします。30日からの攻勢には島津維新殿にも力をお貸しいただきたいのですが、構いませんね。承知つかまつっと。千歳、お前たちも来てたのか。
気にするな。お前が軽い気持ちで島津家に手を貸してるわけじゃないってことぐらい分かってるからな。なんだよ、見下すような言い方しやがって。そういうのがムカつくんだよな。それより、なんだってお前が千歳と一緒に来てるんだ。里はどうしたんだ。里にいた時は鬼の掟の方を大事にしてるように思えたんだが、意外だったな。里よりも千歳を選ぶなんてな。いや、だって客観的に見てそうだろ。実際俺も驚いて。ああ、そうだったな。まあ、簡単に説明すると、急いで伏見城を攻め落とさなきゃならないが、そうできない事情があるってところか。なんだ、お前たち、その連中のことを知ってるのか？話してやってもいいんじゃねえ。俺たちは鬼同士、ましてや十騎衆だ。互いの話を知らせ合うのは当たり前だ。なるほどな。ところで、その兵たちが飲まされていた薬ってのは先端じゃねえのか。おい、どういうことだ。おいおい、二人とも慌てるなって。実は俺も奴らとやり合ってな、水成からその原因が先端って薬じゃないかと知らされたばかりだ。なるほどな。怪我や死を恐れない謎の薬ってわけだ。待たせちまって悪かったな。屋敷に戻るぞ。本当に待たされたぜ。殿様ってのは長話をしなきゃいけねえって決まりでもあるのかよ。我らも明日の伏見城攻城戦に加わることとなった。すぐに戦支度をせねばな。親父たちもだって？ま、
これでようやく俺たちの活躍の場が巡ってきたってことだな。何のんきなこと言ってるんだよ。もしこの間の連中が出てきたらどうするんだ。どれだけの強敵だろうが関係ないさ。島津の戦に後退はない。言っとくが、お前は手出しするなよ。まだあの鬼たちが出張ってくるって決まったわけじゃないんだ。それでは早急に屋敷に戻るぞ。兵たちに明日の戦のことを伝えねばな。待てよ、親父！豊下！千歳から目を離さないようにしろ。あいつ、かなり思い詰めてるみたいだからな。